はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。今日はですね、ちょっと前回かなり体たらくをさらしてしまったので、報復戦といきたいと思います。イベントクエストのこれ、ジャジャウマどものオルタナティブ、これをですね、今回はソロで挑みたいと思います。前回僕のリア友とやってたんですけど、その時になんか知らない人がノリよく入ってきて、3人で戦うっていう感じだったんですけども、もう俺の連れはナメプラがなんだかしてたらしくて、つうか二落ちしてるんですよ。一落ちした時点で本気で来いって話なんだけど、二落ちして、で野良の方も一落ちしてしまい、残念な結果となりました。モンスターハンター今これでパート29じゃないな、30とか29とかそんぐらいだと思うんだけど、初めて負けてしまった回になったので、ちょっと頑張ってね、今回はソロでやってみたいと思う。で、使う武器はもちろんね、マイフェイバリットウェポン、スラッシュアックスでいきたいと思う。で、3人でやった時の感想としては、やっぱり苦手意識が強いモンスターがより一層多かったんですよ。特にブラキリオスとバゼルギウス。なので、ちょっとね、装備は火力型じゃなくて、生存型でいきたいと思います。よし。では、行ってきまーす。ロード長いんで、申し訳ないんですけど、ロードの部分、だるかったら飛ばしてくださいね。でもそんな長くないかな。ちょっと10秒ぐらい飛ばしてくれればいいかな。わかんないけど。やっぱ長いね。おっと、ブラキの目の前に来たか。じゃあ早速バトルスタート。いくぜ。ブラキから片付けよう。違うな、バフバロにしよう。しまったしまった。いつも熱ダメージ無効つけてるけど、今回これ熱ダメージ無効ついてないんだった。やばいやばい、すいません。どっかにないか、ひんやりだけあった。オッケー、じゃあ行こうか。ブラキから仕留めよう。バフバルにしようとか思ったけど、見つかっちゃったし。見つかってないな。いいや。さあ、今度こそやってやるぜ。出たー。これさ、昔もっと転がったらすぐ取れた気がするんだよな、粘着。橋本環奈部隊呼びます。プリーズヘルプ。よし、あとは火山の無敵ゾーンに入られなければ乗り決めてられる。マジか、入られた。うわ、これずるいよね。本当にいつも思うけど、何でもありじゃん、モンスター。やばい、死んだ。やべえ、粘着やば、まずいってこれ。信じられん。生存重視で戦ったのに死ぬなんて信じられんわ。でもね、さすがにテイク2でやり直すのめんどくさいんで、このまま戦います。
強いわ、やっぱブラキね、強い。うん、いやなんかブラキ強くね。結構苦手なモンスターベスト10に入るぞ俺。しかもさ、スラークと相性悪いんだよね、動くから。すげえ動くじゃん、交流でもあるまいし。ようやくだもんな、溜まったの。でも天身も剥げちゃってるからさ、どうせ吹き飛ばされちゃうしな、これ。ほら、弱ったな。なんか完全にゴテゴテに回ってる。いや強え、苦手とはいえど強えわ。うん、素直に強い。なんだろうな、 4G の時もこいつのことすげえ嫌いでさ、俺。うえー、弱ったな、全然スタイリッシュじゃないな。こいつは太刀で来るべきだったか。どうする、出直すか。いや、おそらく30分以上の動画になるから、あんまりもたもたしてられないな。お、いいぞ。おい、ゲストどんだかガストどんだか知んねえけど、爆発したぞあいつ今。ふざけんなよな、爆発すんじゃねえし。いや恐ろしく強えぞこいつは。こんなやつの二つの月とか出てきた日にはもう終わりですよね。絶対ソロじゃやんねえな俺。なかなかね、ストレス溜まりますねこいつ。うん、動画なんで我慢してますけど、うん、結構イラついてますよ今僕。まあ、でもその要因の一つとしてスラッシュアックスのこのもっさりプレイっていうのもあるし、全部が全部ブラキが原因でもないかもしれないが、でもやっぱスラッシュアックスで勝ちてえよな、どうせなら。よし、不動の装備ついたな、キヨ。お、移動すんな移動すんな。あー、もう夜のベッドの上でだったら相性最悪だと思うよ俺とブラキリオス。本当に、うん、ベッドインするかもう分かんねえわ。ぶっ殺してやる、すげえイラつくわ。いつもだったらさ、え、もう終わりなのとかって言って倒してる頃だもんな。やっぱ強えわ俺。ブラキリオス考えたやつ恨むよ。ブラキリオス好きな人には申し訳ないけど。おーし、ファック、終わったぜ。こんなやつ素材剥ぎ取るまでもねえわ。次行くぜ。あ、う、あ、そうか、裏がいいんだここ。めっちゃだりーな。おい、来んな来んな来んな。おい、カンタロス、カンタロスかランゴスとか忘れたけど、邪魔すんな。さてと、じゃあ戦っていくぜ。
待てって。は？あ、いた。バフ積んでいかないとあかんな、これ。で、吹き飛ばしとかもやっていきたいけどね、なんかここのマップ広いんだよな、悪い意味で。こういうところはさ、無敵ゾーンもあるしね、モンスターの。吠えんな。顎砕いてやるぜ。うわ、集中ゲージ落ちてるし。うわぁ、もう、スラッシュアックスのダメな部分がいっぱい出てるな、今日。うわぁ、くそったれ。おぉ、もう怒った？なんで？なんかすげえ久々にゼロ距離だった気がする。ブラキに一発も入ってなかったような。傷もつけたいけどな、集中ゲージの方を優先していきたいからな。よーし、入ってる。くんな、アゴやろう。くそったれが。サードの時こんな強くなかったよ君。めちゃくちゃ強いじゃん。交流ですか君は。すごいね、格上げしたね。なんだ。お、ナイス。振動うぜ。うわー、酔ってるし集中ゲージ落ちるし最悪。こういう日もあるよね。なんかこう全く肌の質感が合わない洗顔使った時みたいな。モンハン、このクエストはもう今までさ、3回ぐらいこういう大連続系やってきたけど、本当に言い訳とかじゃなくて一番きついかもしれない、まさか死ぬなんて思わなかったしな。まあでもね、あの猫のおかげで助かってるんで死んだ扱いにはならんけどね。なんか生存重視で来た意味があんまりなかったっていうね。これだったら普通に考えてさ、あのいつもの火力で来た方が良かったかななんて風にもちょっぴり思ってたりするけど、今更時短っていうのもあれなんだが、捕獲していくよ。あるよね、麻酔玉。麻酔、え、嘘でしょ。あった。しかも起きてるし寝てんじゃないの。あれなんかよろけてなかった。あ、気のせい、まだ元気だったんだ。あれ死んだ、どういうこっちゃ。まあいいや、貴様の素材などいらん。天に召されろ、アゴ野郎。その代わりこれでも取るか。さーてと、一度引き上げようか、体勢を整える。そういえば猫の見た目をね、モーグリからまた怪しげなスタイルに変えといたんですよね。見えるかな？これね、僕のニューメンヘラちゃん。なんかね、かっこいいんだよな、これ。
修行僧って感じ。で、罠だな。終わらせてやるぜ。少し油断したが。あ、待てよ、装備変えてくか。あー、まあいっか、こっちで行こう。スラークにつけてるチャームの色でしか違いわかんないしな、現状装備変えても。誰で行くか。裏眼筋仕留めたでしょ。あともうバフガロ、リオレウスとあれか、バゼルか。いや、まだそんなにいんのか。リオから行こう。リオでカーニバル行くぜ。ゲストドン、念のためにバフを。リオレウス、アシュか。ん、バフバローはいるけど、まあスルーしてこう。いけ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 、仕方しろ仕方しろ。あ、リオレウス移動しようとしてんな。どっちに行くんだこれ。あー、ここか。厳しい戦いだなこのクエスト。わあ、すかした。まあでもリオレウスぐらいだったらな、なんとかなな。え、どこ行くの君。何してんの。壁が好きなの。俺と一緒だな。俺も毎晩壁と会話してるよ。動くなって。これさ、空中に浮かんでる時に吹き飛ばして意味があるのってマルチやってる時だけじゃね。おー、うぜ、消えてほしい。スカン、集中ゲージを溜まってくれ。ファイヤー。42程度しか入ってないか。なぜ怒る。教えてくれよ、なぜ君はそんなに怒るんだ。あー、毒食らった。ファック、オーシット。いいねいいねいいね、結構入ってんな。まあ言うて、なんだっけ、回復カスタム2ついてるんで、ある程度は戦えるはず。うん、この程度大した問題ではない。ああ、もう、んとさ、このクラッチ黒、うぜえよな。うぜえってか、使えねえよな。いらねえんじゃねえ、もう。ほんと当たんねえもんな。クラッチクローっていう武器にしときゃよかったのにね。あ、やべ、死ぬ。マジ、マジ、あ、死んだ。気薬使おうと思ったのに。うっそ、死ぬ、きっつ。しかもお食事ねえのか。やっぱショートカット飛躍入れとくべきだったか。いや、でもあれは多分間に合わなかったな。めっちゃ萎えてる今。すげえ萎えてる。俺もうしばらくモンハンやんねえ。
ね、ゲームでねストレス感じたら終わりだよ。うん、なんかね、上手い下手じゃないじゃん、だってソロでやってんだもん。これがさ、ね、誰かとやってて俺が死にまくったとかって、ね、言うんだったら上手い下手の話関係あるけどさ、これソロでやってるわけでしょ。ソロでやっててさ、すげえイラついてるわけよ今俺。あのね、良くないと思うよ、ゲームでイライラするのね。うん、モンハンでやっぱイラつくのはこのアイテムね、ショートカットなしのこのアイテムをこれでわーってやってる時に殺されるの、あと装備を着ようとして殺されるのとか、うん、なかなかストレス溜まるよ。しかも全然ノリ入んねえし、今日もう生存重視のさ装備とかってさ、ほざいてたけど俺生存できてねえもんな。なんかもうなんかもう心にね、心にって言ってた、心にさやる気がなくてさ、もうダメだわこれ。何にもね、あの分かる、この戦意喪失ってこういうこと言うんですよね、きっと。正直さ、動画やってる人ならわかると思うけど、動画では死にたくないのよ別にね、普段だったらいいけど、もうなんか恥かかされたっつうのもすげえムカつくした。どっちがしても13しか入ってねえし、ああ220、うん、でも取り直さないよ今回、取り直さない絶対。もうまあ、基本取り直したりしてないんだけどさ、いつもね、うん、でこれがね1体相手とかだったらまだ取り直したかもしれないけど、ちょっとねやっぱ厳しいわ。飛ぶな飛ぶな、落とすか、そのね、どうしな、夏の蚊じゃねえんだからさ。しかもさ、なんか落下してから起き上がるスパン早くね？よっしゃ、でもいいぞいいぞ。いたぶってるいたぶってる。おい、なんだ誰だ、おい邪魔すんなよマジで。ガシャブか。あーしんどい。超しんどいこのベスト。次誰、バゼルかバフバロか、まあ、動画的には次はバフバロで行こう、そっちの方がいい。まあ俺から言わせればね、二度とやりたいクエストではないね、まあ、やる必要もないけど。なんかさ、待って、こいつなんで寝てんのこれ。え、もう捕獲しろってこと？そんなことないよね。え、そんなことってある？ねえしさ、麻酔。早く出ろや。え、じゃ、ちょっとやってみるわ。あ、そんなことない。ただ寝てるだけじゃねえかよ、クソ野郎。そうだよな。何にもダメージ与えてねえんだもんな。ふざけんじゃねえよ、この野郎。とっとと死ねえクソ野郎が。やべ、口悪いのがすげえ出てる今日。おいクソったれ、ファックユー。おいおい、やめろやめろ。おい、バゼルいるし。 You should die カット。
おーい、マジでない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 。うわ、もうないないない。何。あー、先行して、持ってたのかね、俺。乗れないし、もういろんな意味で乗れないし、何も、もう、クソクエストだな、これ。絶対やんねえからな、俺は二度と。なかなかムカつくな、本当に。イライラさせてくれるわ。猫ナイスだよ、君だけだよ、僕の理解者は。マイスイートハート、マイスイートハニー、バルバロファッキュー。あ、死んだ。オッケー。さあ、バゼル一騎打ちだ。苦労したぜ、ここまで来るの。お前はたっぷり可愛がってやる。乗りたいな。不動着てる間に乗りたい。あー、乗れないか。この段差を利用して、うわ、うまい具合にうんこ落としてる。作戦変更といくか。あとさ、俺この先行のやつ、先行弾とかも俺クラッチクローじゃなくてさ、昔みたいに投げるやつでいいと思うんだよね。めんどくせえんだよ、切り替えんの。殺人芸がついてないのは痛いな。はいはい、これこれ、装備を脱いだり着たりしようとすると吹っ飛ばされるっていう、このほら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 、はい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 。あれ乗れない、マジで。そんな入らないことある。よし、来た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 。つうかスタミナねえんだった、忘れた。あ、今日の動画はね、一応概要欄書いとくわ。いつも適当だけど。よし、なんだ？ああ、その技。ありがとう、ハイドさん。俺の心を癒してくれて。ありがとう。本当に、超絶イケメンだと思う。うん。超えすぎなんだよな。まあ、ハイドさん単体の曲、この曲しか知らないけど、うん、基本ラルクなんで。これがなんかあれなんだな、あんまり 見たことないモーションな気がする。あ、ピヨってるピヨってる。でもなんかね、これは本当に体感だからわかんないけどさ、ワールドの方がピヨらなくなった気がする。なんかもっとさ、 PSP の時とかって やたらピヨってたイメージ。ピヨりで死ぬみたいな。うん、すげえな。なんで強いかって、普段そんな戦わないやつばっかなんだよな、苦手意識が強すぎて。ブラキもそうだし、こいつもそうだし、ウラガンキンもそうだけど、うん、まあリオレウス、アシューもねえ、ぴょんぴょん飛んでるからあんま好きくない。だから言うて、このクエストさ、バフバロぐらいじゃない、俺がいけるの。うん、むっちゃくちゃ強いやつらの集まりって感じ。一人でさ、不良高校に喧嘩売りに行くみたいな気持ちですよ。バチバチのヤンキーがいっぱいいるね、高校に。お
よし、チャンス。当たらない。スラッシュアックス。見事にほとんど攻撃が当たりません。もう傷をつけている心の余裕はない。むしろ俺の心の傷が深く深く刻まれていく。おバゼル飛ぶな。バゼル飛ぶなよ。おーい。爆撃ボーイズだな。やべ、下手したらもう一落としそう。もうおとなしくしててくれ。頼むから。おめえが強いのはよーくわかった。もっと上手いハンターと戦えばいいんだよ。俺の時はすぐ死んでくれよ。いけー、ファイヤー。強すぎるよ。助けてくれ。クラッチクローが全然当たんねえ。クラッチクローなくていいとは思ったけど、スラークにはマストなんだよな、クラッチクロー。挑戦者発動。そうか、そうだそうだ、生存重視の装備できてるから火力足んねえのか。お、いいぞいいぞ、いい感じ。この爆撃野郎が。いいぞいいぞ、やったー。ふう、すげえムカついてたけどさ、やっぱモンハンの醍醐味はここなんだよね。うん、それは多分モンハンやってる方なら分かってくれるでしょう。だよこいつって思ってね、ようやく倒した時のクエストっていうのは、まあ、気持ちいいもんですよね。よかった。じゃあ、レストインピース。安らかな眠りを与えるとしよう。麻酔玉でね、まずやってね。うん。落とし穴もったいないけど、まあいいか。てか、バゼルこんな顔してんだ。気持ち悪い。終わりましたー。いやー、疲れたー。俺の猫は今日も頑張ってくれたよ。ありがとう、メンヘラ。適当に名前つけてごめんね。後から名前変えれると思ったんだけど。サラミ食ってんのそれ。30分か、やっぱ長かったね。強かった。うん、もうほんと冗談抜きで、あ、最小なんだ。へえ、マフバロ最小でしたね。すげえ大変なクエストでしたわ。今まで、タイジのヨーデルとかさ、なんとかのカンソーネとかやったじゃん。うん、一番大変だった。うん、僕の場合はね、まあ見てくれてる人、まあ今回この動画見た人分かると思うけど、結構ゴリ押しでもうバババババンっていっちゃうんですけど、そのブラキみたいなね、蓄積型のダメージ与えてくるやつっていうのは、まあ、厄介ですよね。うん、で、回転、5回転ぐらい転がらないと粘着剥がれないっぽいし、すげえ強かった。うん、もう普通に強かったわ。はい。というわけで、あ、てか見た目もね、実は昨日じゃねえや、前回の動画で言わなかったけど、変えてるんですよ、これ。うん、髪の色とかさ。うん。じゃあまあここで終わりなんですけども、ちょっと最後に余談を一つね、知ってました？これね、まあ、僕、マム太郎との重ね着2つしか持ってないんだけど、こうやって見るじゃん。これね、前髪の長さが、変わるんですよ。お団子ヘア、中国、中華少女みたいな、
お団子ヘアあるじゃん、あの銀玉の神楽みたいな。これね、前髪の長さ変わります。これほら、わかるこの違いで、マムガイラ、もう一つガンマだけか、もう一個あるじゃんね。あれだと長さはこの普通の通常時の長さなんだけど、アルファだけちょっと短くなるんだよ前髪。すげえ微妙な違いだけど、ほらわかるかな、眉毛より上か眉毛にかぶるかの違いなんだけど、まあ、この短い具合が可愛いんでこれ今つけてるっていうような、そんな感じでございました。はい、ではとんでもない、グダグダな戦いだったんだけども、今日は一度ここで終わります。まあ、次回何やるか未定ですが、まあ、また良ければお付き合いください。長い動画でしたが、ここまでご視聴お疲れ様でした。バイバイ。